薬王昭和機関は、中華人民共和国湖南省、竜養市にある道館である。道教の二大教派の一つである、全身恐流門派の地元道場である。現存した薬王昭和機関は2001年に再建した建物で、建築面積が約3600平方メートルで、前、中、古三殿を分ける。薬王昭和機関は、東大の創建で、 中国の伝統宗教の道教のお宮である。道教の最高神の三世道祖と薬王孫芝曝が祭祀されている。現代の死生26年後金の乱の仮難で道館は全焼した。秋代の後部3年、道士の大広自然が資金を募り全面獣立てし、千徳8年、全身恐竜門派に改修する。天根純5年、大学士、昭和機関を占した。 典型5年、道長の法王思う今道館を再建した。1958年、波四級運動の時、心臓は徹底的な破壊に遭い、道士は仕方なく減続した。1960年、道館が竜陽剣種工芸連社に改築する。2001年に大規模な再建によって、現在の基礎が築かれた。竜陽指導教協会がここに設置されている。 道冠門前の石獅子号路公路玉光大帝、新武大帝、孫子爆艦論菩薩前伝。ありがとうございます。